では本日は通称 ADAS、先進運転支援システム、こちらのシステムについてご説明したいと思います。今回も助っ人をお呼びいたしましたはい、はい、では店長、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします、はい、では早速じゃあ、そうですね、車でご説明させていただいて、はい、お願いします、はい、まずそうですね、項目をちょっと出しますので、 ADAS ですね、機能として、まあ、ここに先進運転支援システム ADAS っていうものが、まあ、こういろいろと項目があるんですけれども、当社基本的にはもうここに一つずつ説明書きが書いてますので、まあ、これを読んでいただいたら、まあ、ある程度のところは分かりますよっていうところにはなるんですけれども、まずまあ一つずつまあ項目をしていきますけれども、まず360度カメラ、まあ、これはまあ基本的には車の周りを映し出しますよっていうカメラになります。これちょっと今運転席助手席サイドミラーにカメラがついてますので、ちょっとドア開けてるので映ってはないですけれども、基本的には同じように前と後ろと同じように横も映るような形になります。で今フロントカメラ、まあ、ナンバープレートの上にカメラがあるんですけども、これはフロントを映し出してますよ。でこれはリアですねっていう形で、まあ、ちょっと大画面の方に切り替えも一応できます、まあ、基本的にバックギアを入れていただいたら、この360度のカメラはもう自動的にポンとここに映し出すことができますので、まあ、走行中もこの画面も映し出すことができるので、もう狭い道対向車が来て横どこまで行けるのかなっていう時も、ここを映し出していただいたら左にどんだけ寄せれるとか、まあ、後ろもどんだけ行けるのかっていうのも見ることできますので、まあ、これはまあ安全システムというよりかほぼほぼ標準にはなってはきていると思いますけども、まあ、これが機能ついてますよ。まずまあ第一の機能としてはこちらになります。次、まあパーキングセンサー、こちらの方も、まあ、当社の車に関してはもうどの車種とっても、まあ、ちょっと前と後ろ、前についているのはまあちょっとグレードによってはというような形になりますけど、後ろにはほとんどついているものになります。これがどういうものかというと、障害物がまあ近くなればある程度こうピッ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 ってなってくれるものがありますよとか、まあ、フロントであれば下に、まあ、見えないところにものが縁石がありますよっていう時にもまあ反応して音でちゃんと知らせてくれる。近くなればだん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 音が速くなって、最後にはもうずっと鳴ってるっていうような音になりますので、まあ、それをまあある程度覚えていただいたら、まあ、女性の方でも運転しやすいかなっていう形になりますので、まあ、こちらの方パーキングセンサーですね。次いきますね。こちら、リアクロストラフィックアラート、これがちょっと新しいモデルからにはなるんですけども、まあ、日本ではちょっとまあそんなにこう多く前からこう駐車場を止めるってことは少ないとは思うんですけども、まあ、海外とかは大体もう頭から車を突っ込んで駐車場を止めますよっていうのが多いんですけれども、そしてまあ後ろバック駐車場から出ますよっていう時に、基本的にはまあ物が感知をしたりとかすると警告鳴らして、まあ車後ろに何かありますよっていうのを教えてくれるっていうものになりますね。ですので、まあ、こちらの方はリアクロストラフィックアラートはまあ後方、まあ、見えない、まあ、死角になるところですね、まあ、左右から車来たりとかっていうのを、まあ、警告をしてくれて、まあ、危ないですよっていうのを教えてくれるっていう機能になりますので、まあ、これはちょっと新しいモデルからになりますので、308からになりますね。次、レーンキープアシスト、まあ、こちらの方は基本的にはまあ白い車線がまあ見えてますよっていうところで、まあ、走行70キロ以上出てたら白い線をはみ出ると勝手に真ん中に戻してくれますよ、自動的に戻してくれますよっていうのと、プラスメーターパネルのところに線はみ出てますよっていうのを警告として出してくれるっていうものになりますね。高速走行の時とかは、まあ、何か、まあ、携帯いじることはないですけど、よそ見した時にあって思った時はこれはすごい安全面を助けてくれるっていう意味ではいいですね。次、まあストップ&スタート、当社でいうアイドリングストップですね、まあ、それはもう今の車どの車も大体ついてると思いますけれども、これもエンジンかけたと同時にもう基本的にはアイドリングストップが効いてますので、まあ、ちょっと苦手な方とかは、オフにしていただいてっていう形になりますので、はい。で次がアクティブセーフティブレーキですね、まあ、こちらの方も、安全装備、基本的には前に
先ほどは後ろでしたけども、これはもう走行中に前に、障害物、まあ、車ですね、まあ、メインとなるものとしては、まあ、走行中走ってて前に障害物ありますよ、まずは警告音とともにアラートを鳴らしてさらに前に行こうとすると自動的に急ブレーキをかけるっていうものにはなります。安全面を考えたらシートベルトは必ずしてないとこれは機能しません。シートベルトしてないと急ブレーキかけたら飛び出してしまうっていう可能性もありますので、基本的にはまあシートベルトをしてる状態でしか機能しませんので、当たり前のことなんですけども、そうですね、そこは必ずしていただいてって形になりますね。で、まあ、トラクションコントロール、まあ、こちらの方に関しては基本的にはもう皆さんオンにはしていただいてるんですが、まあ、滑りやすい路面とかにタイヤが入ってしまって、まあ、スリップしないように、まあ、空転を抑える制御ですね、一定の速度を達せて、まあ、自動的にはオンにはなりますけれども、空転してしまって片側に動力を伝えたりとかいう、まあ、なかなか、まあ、少ないとは思いますけど、雨の日だったりとか、まあ、タイヤがスリップした時に、まあ、機能するものにはなりますね。で、あとはここはメーターパネルに道路標識っていうものを映し出す、まあ、基本的にカメラで、ここは90キロですよっていうのをメーターパネル、まあ、今ちょっと50っていうのをメーターには出てますけれども、標識を見て90なのか、まあ、50なのかっていうのを、まあ、それ以上スピードが出ないっていうわけではないんですけど、ここは50キロ制限ですよっていうのを教えてくれる。でプラス道路標識も、まあ、ここは一方通行ですよとか、暫停止ですよとかいうのもちゃんとこう教えてくれる、メーターに出して教えてくれるっていうものになりますね。はい、最後にセーフティーとしてドライバーアテンションアラートっていうものにはなるんですけども、基本的には連続、まあ、ずっと運転、まあ、70キロ以上2時間運転されると、まあ、基本的にはまあ連続運転で警告、まあ、休憩してくださいよっていうアラートと、あとは疲労感知システムですね、まあ、70キロ以上出てる時に線をこう何回も踏んでしまう時に、まあ、車の方が居眠り運転っていう判断をして、まあ、警告とともにアラートを出してくれるっていうものになりますので、こちらの方もまあ安全面で、まあ、長距離走られる方は2時間以上乗られない、まあ、休憩してくださいねと、あとはまあ居眠り運転の安全面を考えたシステムになっておりますので、まあ、そういうのがまあ全てここに入ってますので、まあ、これをまあ基本的にオンオフするのはこういうふうにタッチしていただければオンオフをしていただくことできますので、まあ、新しい308からのが何個かありますけれども、これから入ってくるモデル、まあ、今入ってるモデルも、まあ、ついてるものはついてますけれども、まあ、これからほぼほぼこれが標準化してくるのではないかなと思いますので、こういう機能を使っていただいて、まあ、まずは自分の運転も安全運転でっていうのが大前提にはなりますけれども、そうですね、支援システムになりますので、あくまでも支援にはなりますので、いいかと思いますけども、はい、以上ですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、たくさんいろんな支援がね、そうですね、はい、今の新しい車は覚えることもたくさん、覚えなくてもいいんですか？まあ、それを基本的にオンにしといたら、まあ、安全装備はオンになっているので、まあ、車に任せればいいんですけれども、なので、まあ、あれですかね、ご納車いただいた時にそのポジショニング、レーンポジショニングだったりとか、これいりますかいりませんか、っていうのを、セールスの担当の方が確認していただいて、で車両設定をするという感じですね。そうですね、はい、なので、まあ、それ以降は基本的にはあまりご…まあ、そんなに触らなくても大丈夫ということですね。はい、はい、もし何かあれば、まあ、またセールスの方、ね、もしくはサービスのものに、お聞きしていただく、聞いていただければなっていうところになりますね。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。また、はい、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。